スケートはアメリカ海軍の原子力潜水艦。スケート級原子力潜水艦の一番艦。艦名はガンギエーメの総称であるスケートにちなむ。その名を持つ艦としてはバラオー級潜水艦21番艦以来3隻目。スケートは1955年7月21日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。 1957年5月16日に、ルイス・エル・シュトラウス夫人によって、命名、浸水し、1957年12月23日に、艦長ジェームズ・エフ・カルバート中佐の指揮下収益する。収益後は、ニューロンドン沖で、成長訓練を1958年1月29日まで、行う。続いて、バミューダへ巡航を行い、母校には2月8日に帰還した。 その16日後、イギリスのポートランド島に向けて出港する。フランスやオランダの港を訪問した後、母港に帰還した。7月30日、スケートは北極へ向けて出港、開票下で10日間の作戦活動を行う。この間、9回の浮上を行い、2400マイルを先行した。スケートは北極点に到達した2隻目の潜水艦となり、 ごく氷の危険をものともしない活動の功績で海軍主君部隊賞を受賞した。8月23日にノルウェーのベルゲンに向かう。スケートはオランダ、ベルギー、フランスの港を訪問し、1958年9月25日にニューロンドンに帰還した。翌数ヶ月間、スケートは同級発の艦として母校の近海で様々な試験を行った。 1959年3月初めに再び北極へ向けて出港、寒冷化及び極氷化での作戦活動に従事した。氷の下を3900マイル航行し、重度の浮上を行う。3月17日に北極点で浮上し、探検家として有名なヒューバート・ウィルキンス教の遺界を散布した。スケートは帰還すると、初の冬期間の極氷下において活動する。 能力を実証した艦として2個目の四空部隊衣装の代わりに青銅聖賞を受賞した。1959年の秋から1960年にかけてスケートはアメリカ海軍の対戦水管防衛能力強化のための演習に参加した。スケートは定期オーバーホールのため1961年1月にエレクトリックボートの艦ンドックに入居し、初の燃料交換を行った。 8月に復帰し、続く11ヶ月にわたって、乗組員の作戦速応性を高めるための訓練を行った。1962年7月7日、スケートは再び北極へ向けて出港した。5日後にシードラゴンも真珠湾を出港した。2隻の潜水艦は7月31日に合流し、その後1週間を共に行動する。両艦は8月2日に、 北極点で浮上し、公式行事を行い、大西洋艦隊潜水艦隊と太平洋艦隊潜水艦隊の気象が交換された。スケートはニューロンドンに帰還し、続く数年の間艦隊演習及び沿岸での作戦活動に従事した。1965年4月28日にノーフォーク海軍造船所に入居し、銅造船所においてオーバーホールを行う。 初の原子力潜水艦となった。燃料交換及びサブセフ回収が行われ、スケートは1963年のスレッシャーの事故後、同回収が行われた初めての艦となった。作業は1967年9月に完了した。カリブ海での海上公務及び成長巡航後、スケートはニューロンドンに帰還し、 新たな海中での戦術開発及び装備の開発のための演習に参加した。1968年10月、スケートは地中海に配備され、第6艦隊と共に2ヶ月間活動した。スケートは1969年3月及び4月、1970年10月、1971年2月に、再び北極で活動した。その他の時期は、 様々な大西洋艦隊及び NATO の演習に参加した。1971年7月、ノーフォーク海軍造船所で3度目のオーバーホールが行われ、作業完了後1973年11月17日にニューロンドンに帰還した。1974年8月、スケートは大西洋艦隊の一部として作戦活動に従事した。 スケートは1986年9月12日に退役し、1986年10月30日に除籍された。1995年3月6日にピュージェットサウンド海軍造船所で原子力艦再利用プログラムに従って解体された。ありがとうございます。